お嬢、大丈夫かな？大丈夫ですよ。サイヤさんが看病してるんですもの。うん。殺しても死んじゃうような人じゃないしね。ええ、大丈夫。そういえば、アイシャさん、占いの結果は出たの？もう少しかかります。大きな力を持った相手を見るのは、こちらも相応の時間と力がいるんですよ。そっか。サイヤ、お師匠は？やっと目を覚ましたわ。そうか、よかった。でもまだ安心はできないわ。かなりの重傷だもの。しばらくは絶対安静よ。仮面野郎め、卑怯な手を使いやがって。アディ。何、サイヤ。お兄様がお話があるって。二人きり？わかった。行ってくる。タリス様、アディさんにお話しされるのですね。お師匠、入るよ。ああ。お師匠、ごめん。気にするな。俺が油断したのがいけなかった。お前のせいじゃない。これでアーティファクトは全部持っていかれちゃった。ああ。お師匠、話してよ。もう一つの質問だな。お前がここに来てもう14年か。長いようで短かったな。ウルラスが言ってた統合の鍵って何？長い話になる。うん。昔話だ。できればお前に話したくはなかったんだがな。バニー。兄貴。よかった。ここはタリス様の家。助かったんだよ、兄貴。タリス、あの魔法使いか。私たちの命の恩人だよ。タリス様も大怪我を負ってしまったけど。さっぱり事情がつかめん。そうだ、ウルラス様は。ウルラス様。バニ。ウルラス様は。そうか。なんてことだ。おそばにいながら気がつけなかったとは。兄貴。俺たちがウルラス様を元に戻して差し上げないと。無茶しないで。意識があるのも不思議なくらいむちゃくちゃになってるんだよ、兄貴の体。そうだな、20年前の話だ。魔界と仮に呼んでいるが、異世界からの大規模な侵攻がこの世界を襲った。師匠たち獅子護者とウルラスが魔王をやっつけた頃だね。その少し前の話だな、これは。魔界との戦いは2度あったってこと？そうだ。最初の戦いの時は辛くも退けた俺たちだったが、だからといって安心はできなかった。なぜなら、当時から最高の予知者と言われていたアイシャが、近いうちに魔界からの侵攻が再開されることを予知していたからだ。そこで、俺たちは一つの選択を行った。魔王の襲来に備えて、力あるものを作ろうと。力あるもの？すなわち、すべてのアーティファクトを統合することのできるアーティファクト。
統合のアーティファクト。器はウルラスが作り出した。中身は獅子護者がエッセンスを注ぎ込んだ。理論通りなら全てのアーティファクトを手足のように操るものができる。アーディ、それがお前たちだったんだ。嘘だろ、おしょう。すまない、お前たちを作り出したのは俺たちだ。ほう、もう意識があるのか。さすがに丈夫じゃな。牛野郎、もうと呼んでくれ、ミオ。すまねえ、あんたに助けられたな。構わんよ、お前も強かったぞ。俺は情けねえよ。自分の主の変調にも気がつかなかった。ミオ、ウルラス様。なんでウルラス様ほどの方があんなことに。俺にはわかるような気がする。ウルラス様は世界に裏切られたお方だからな。俺たちと同じに。ん？ウルラス様を慕い敬うはずの人間たちにあの方は追われたんだ。なぜ？世界を救ったからだ。なるほどな、わかるような気がする。ウルラス様は異世界の魔王を倒した英雄だ。世の権力者たちはこぞってウルラス様を自分の配下にしようと画策した。だがウルラス様はそのような小さな視野で物事を捉えてはいなかった。断ったと。そうだ、そして悲劇が起きた。逆恨みしてウルラスを。奴らは取り返しのつかないことをした。ウルラス様は最愛の妹の光を奪われたのだ。もともと吹けば飛ぶような小国だったらしいが、まさかたった一人の、それも女性に滅ぼされるとは誰も思っていなかった。あの事件にウルラスが関わっていたのか。魔法を破壊に使う黒の同志。思えばあの事件がウルラス様を変えてしまったのかもしれん。そこに魔王のつけ込む隙があったのかもしれんの。お前たちって俺とルークのこと。ルーク、俺がコインの表なら裏の存在だって。そうか、ルークっていうのか。教えてよ、あいつは何者なの。そのルークの言う通りさ、コインの裏だ。ウルラスは言った。命あるアーティファクトである以上、いかな不測の事態が起こるやもしれんと。どういうこと。一つはスペアとして作られたんだよ。スペア、そんな道具みたいに。俺たちはそのつもりだったのさ、道具を、武器を作るつもりだった。お塩、いくらお塩でも言っていいことと悪いことが。だが出来上がったそれは俺には人間の赤子にしか見えなかった。小さな手で俺の指を握る赤ん坊。なあアディ、力を持つ者は心を強く持たなくてはならない。俺はお前を人間として育てた。強い心を持つ人間として。アディ、ルーク、アディ、そんな。アディ、どうした。何やら思い詰めた顔をしておったの。心配なのだ。後を追うか。そっとしておいてあげる方が良いと思います。今は
今だけは。アイシャさん。アディ。どうした、バニー。アディが。アディ？あのガキがどうした？アディ、どうしたんだろう。バニー、おい、バニー。誰？わしじゃよ。モーさん。今日は結構冷えるの。モーさんは知ってたの？俺が人間じゃないって。俺ってアーティファクトなんだって。笑っちゃうよね。アディ。ねえ、モーさん。俺って何なのかな？お前か？うん。わしはな、友達だと思っておるよ。モーさん。だって、俺。いいじゃないか、友達で。アディ、わしはお前が好きじゃよ。だって、俺、人じゃないんだよ。人間はな、アディ、生まれた時から人間なわけではないぞ。人間は長い時間をかけて、人になっていくものなんじゃ。わしはそう思うよ。わしには角がある。タリスは長耳だ。シーファには鱗がある。わしら雑多な特徴を持った者たちが、なぜ人だと言われているか、わかるかの？なんで？人であろうと努力しておるからじゃよ。お前は人でないものになりたいのか？そんなわけないよ。俺、人間がいい。そうか。それならばお前は人間じゃ。お前は人間じゃよ。お師匠はさ、俺に謝ったんだ。お前を作ってしまってすまないって。そうか。俺、お師匠にとっていらない子だったのかな。アディ、タリスはな、お前に過酷な運命を背負わせてしまったことは嘆いておるが、お前をこの世に生み出したことには何の後悔もしておらんよ。でも、お前がいらない子だったとしたら、今日アディが歩いた、どうだ早いだろう、などと自慢しに来ると思うか？おっしょ。アディとサイヤのいるこの家が、タリスにとって本当の帰るべきところなんじゃ。ウルラスは人間に追放されたと言っておるが、タリスは違う。好きで隠遁しておるんじゃよ。わしはそう思う。おや、この気配は。モンさん。さて、それではわしは帰るかの。アディもあまり遅くならないうちに戻るようにな。アディ、どうしたんだろう。とても悲しそう。うん、寂しそう。こんな時こそ私が今までもらった分の優しさを返さないと。なのに、どうして一歩が出ないのよ。俺も帰ろうかな。行っちゃう。私のバカ。エルダ。バニー。アディ、気をつけて。
助かったよ。ありがとう、バニー。でも、どうしてここに？アディが、心配だったから探しに来たの。そうしたら。そうしたら？アディ、いつもと違うし。それで、余計心配になって、ありがとう。でも、俺。アディ？でも、俺。話して。寂しかったこと。悲しかったこと、すべて。でも、話してしまったら、バニーは、話して。ね。俺、ね。実は、すまんな。全力でやらせてもらったから、回復にはもうしばらくかかるじゃろう。構わん。にしても、やっぱあんた強えな。かたじけない。ところで、バニーを見かけなかったか？そう、わしは見てないが、の。そうか。ちょうどいい、あんたに頼みがある。なんじゃ最近どうもバニの様子がおかしいんだ。ほほう。いや、原因は分かってる。あんたらのとこのアディって坊主だ。あの野郎、やたらとバニに近づいてきやがる。バニが迷惑してるってことが分かってね。いや、分かってないのは頼みは牛や。いや、モーさん、あんたを一流の戦士と見込んでの一生のお願いだ。落ち着け、ミウオ。アディとかいう悪い虫がバニーに近づかねえようにバニーを守ってやってくれねえか。それが一流の戦士と何の関係があるんじゃ。だいたいそんなのはわしの一番苦手な。それにな、ミウオよ。なんだ。もう手遅れかもしれんぞ。そうなの。だから、俺、バニーのこと好きなんて言ったけど。アディ？何？バニー？何？今の俺の話聞いてた？うん。それなのに、なんで？アディに笑っててほしいから。私、アディの笑顔が大好きなんだよ。私のこと見て笑ってくれたアディが。だって俺、人間じゃ。つまらないこと言う口は塞いじゃうよ。さっきみたいに。バニー。いいの。アディの生まれがどんなでも、アディは私の大好きなアディ。バニー。バニー。
バニー泣いてるの？変なアディ。そっか、聞いてたか。お兄様だって気づいてたでしょ。なあ、途中からな。それに私には聞く権利があるわ。その通りだな。後悔してる？アディに話したこと。してるさ。仕方なかった。それだって分かってる。今のウルラスに、いや魔王に対抗するには、アディが自分の力を全て自覚して振るう必要がある。もう今までのような関係には戻れないよな。お兄様はアディが大好きなのね。当たり前だ。お前だってそうだろ。決まってるじゃない。あいつはな、思考の存在だとか、全アーティファクトの統合の鍵だとか、横行な生まれのくせに剣の上達が遅くてな。師匠の教え方が悪かったんじゃないの？それはすぐ稽古をサボりやがるからだ。そのくせ大ぐらいで、栄養はどこに行ってるんだか。師匠のしつけが悪かったんじゃないの？甘やかす姉がいたのが致命的だったな。大丈夫よ、アディは。サイヤ。大天の姉が保証する。明日になったら、ケロッとして。じゃあ師匠、ちょっと行ってくるから安心して任せてって言うんだから。信じようよ、私たちのアディを。ああ、そうだな。アディ、俺の大事な養いっ子。大好きなんだぜ。どうか乗り越えてくれ、この試練を。おはよう、みんな。お、朝から元気がいいな。おはようございます、アディさん。おはようなのだ。もうご飯の準備できてるよ。相変わらずよく食べるな。ってシーフは食欲がないのか。わらわはそんなに食べる方ではないぞ。タリスさんは見てないんだから、見栄を張ることもないだろうに。黙れ、このヘッポコ主人。ガーン。アイシャさんって何気にいっぱい食べるね。アイシャ様はラビーの3倍食べるのだ。え、そうなの？モーさんとバニーとミオは？モーさんは家に戻ってるよ。バニちゃんはミオさんの看病してる。お師匠は寝てるわよ。そっか。朝から精が出るの、サイヤ。モーさん、おはようございます。モーさん、おはよう。おはよう。モーさんも座ってて、お茶でも入れるから。みんな、ちょっと聞いてくれるかな。うん？なんだい？なんじゃ？改まって。俺、実はちょっと変な生まれだったんだ。アディさん。アディ、言うのか。変な生まれ？
木の股から生まれたとでも言うのか。うん、実はちょっとそれに近いものが。なんだそりゃ。ラビーにはわからないのだ。実は俺アーティファクトらしいんだよ。アーティファクト？アディは？うん、命あるアーティファクト。そっか、そりゃ珍しいな。まあ、世の中にはいろんな生まれのものがおるからの。そうそう、俺の部族にも狼に育てられたってやつがいるぜ。ほう、それは結構珍しいの。あー、俺真面目に話してるのに。わらわも真面目じゃぞ。アディはアディだろうが。ラビーはアディが何でも関係ないのだ。アディの杞憂だったようじゃな。ええ、そう。一大決心して告白したのにな。そもそもお主がアクエレを使ってみせた時から普通の人間ではないだろうと思っておったわ。同感。二人とも案外鋭いんだな。案外とはなんじゃ、失礼なやつめ。お主が鈍すぎるだけじゃ。まあそこがアディの良いところでもあるけどね。寝ていなくてはダメではないか。お兄様。アイシャ、占いの結果は出たのか。はい、先見の結果は出ています。聞かせてもらおうか。はい、次の満月、今から一週間後に恐ろしいことが起こると予知は告げています。アイシャ殿の予知は当たるだけに始末が悪いの。一体次の満月になったら何が起こるんです。アッパドゥーム。え？アッパドゥームが復活する。それは禁じられた名前。15年前この世界を襲った魔王の名です。魔王だって？魔王がウルラスに取り付いてるってのか。じゃあアーティファクトを集めて行われることって。アーティファクトによって封印された魔王の復活。魔王は4つのアーティファクトによって封印された。封印を解くにも4つのアーティファクトが必要ということだな。それまでにあと1週間しかないってわけか。逆に言えばそれまでは魔王は本来の力を使えないわけです。俺たちにも勝ち目はあるってことだね。ええ、絶望は愚か者の結論なのだ。ラビーは賢いな。他にもこちらに有利な条件があるぜ。というと？アーティファクトだ。だってアーティファクトは全部取られちゃったんだよ。そうか。何何？アーティファクトはそれだけでは意味がない。使い手と揃って初めて力を発揮するのじゃ。そうか、ルーク。その通り。奴は全てのアーティファクトを集めたが肝心の使い手はたった一人しかいない。もしルークを仲間にすることができれば。でもルークは俺を殺すって。できなければもう一つの手段を使うしかあるまい。もう一つの手段？ルークにアーティファクトを使えなくさせる。やっつけるのだ。アディを困らせるやつなんかやっつけちゃえばいいのだ。ダメだよ、そんなの絶対ダメだと言うと思ったぜ。ルークだって
今味方してるのがウルラスじゃなくて魔王だって分かれば味方になってくれるよ。そうよね。妙に嬉しそうじゃな。そうだって争い事はやっぱり嫌だもの。本当にそれだけかな。サイヤ、顔が赤いのだ。サイヤ、まさか。ダメだぞ。そんなことはお兄さんが許さん。そんなんじゃないと思うんだけど。わかんないよ。そっか、サイヤ、ルークのことが好きだったんだね。なんじゃ、今頃気がついたのか。お前、鈍いな。サイヤ、この件に関しては帰ってきてからゆっくり話を聞かせてもらうぞ。何にせよ、時は限られている。バニティから聞いた情報によると、敵の本拠はバルハイト火山。ここからならちょうど1週間かかる。ギリギリだな。かつて俺たちが魔王を封印した地だ。すぐに出ないと間に合わないのだ。アーティファクトがこちらにない以上、復活した魔王に対抗する手段はない。刻限に間に合わなければ自動的に俺たちの負けだ。行こう、みんな。もちろんよ。魔王の復活など決してさせぬ。いつも一緒なのだ。あの仮面野郎に借りを返さないとな。乗りかかった船じゃ。私も行くよ。バニー、道案内は必要でしょ。坊主、ウルラス様を頼む。あの方を正気に戻してやってくれ。ミュウ王さん、あの方はいい方なんだよ。頼む。私からもお願いいたします。姉を助けてやってください。あの人が今いる深い闇から助けてやってください。うん、分かったよ。行こう、みんな。そしてウルラスを助けて魔王をぶっ飛ばそう。アディ、本当に強くなったお前。んじゃあ師匠、ちょっと行ってくるから安心して任せてよ。させたぞ、アディ。みんな、それじゃ行こう、アディ。うん。こら、バニーに近づくな、このガキ。兄貴、ダリス様の言いつけを守っておとなしくしててね。おとなしくしてるから、そのつないだままの手を離せ、バニー。すまんのミュオ、やはり手遅れのようじゃ。世界の命運がかかっているとは思えないのんきさだな。お前たちらしいぜ。Thank you.
ああ、ひどいことになってるな。激しい戦いだったからな。ごめん。バニティは何にも悪くないよ。うん。ひいきもここに極まれり、じゃな。なんだよ、シーファー。もう、ズンケンしないの、仲間でしょ。ごめんなさい。私たちが、やったんだよね。済んでしまったことは仕方ないの。まったくだ。先を急ごう。いや、ちょっと休憩しておこうよ。食料とか水とかの補給もあるしね。そうね、息が上がっても仕方ないものね。ご飯、ご飯。それではしばらく休憩とするかの。サイヤ、どこに行くの？ちょっと一人になって考えたいの。じゃあ、俺もちょっと。どこ行くのじゃ？食料調達。こんなになっちゃってても、やってるお店あるかもしれないじゃない？ご飯！マニ、行こう！うん。ルーク、寂しい目をしてた。私のこと、夢で見たって。ルーク、どうしてるんだろう。私、ルークのこと、好きなのかな。誰？久しぶりだな。ルーク！アディは、どこだ？ルーク、あなたまだ。俺は、あいつを殺す。あいつを殺して、あいつになる。アディになる？あなたがアディになって。そうしたらルークはどこに行ってしまうの？サイヤ。私を助けてくれた。寂しい瞳をした。私が好きになったあなたはどこに行ってしまうの？今、わかった。私、好きなんだ。ルークのこと、好きなんだ。ルーク、あなたの中に、私の居場所はないの。ルーク。夢の中で、何度もお前に会った。優しくされた時、叱られた時、そして許してもらえた時、どれだけどれだけこの夢が続くことを望んだか、お前にわかるか。ルーク、温かい食卓、温かいスープ、温かい笑顔、俺が求めて得られなかったもの。だったらもうこんなことはやめて。もう夢じゃない。私はここにいる。いつだってルークのそばにいるから。それはできない。ルーク、俺たちは一緒にはいられない。そして俺とアディも共には生きられない。それは違うよ。決着をつける気になったか。今度はこの前のようにはいかない。ルーク、ダメ。バニティ、なぜお前がここにいる。そうか、ウルラスに見切りをつけたか。気がついてないの？あれはウルラス様じゃない。たわごと。ウルラス様は魔王に乗っ取られてるの。くだらん。ルーク、行くぞ。アディ。兄さん、それとも弟かな。そうか、バニーの言うことは本当だよ。ルーク、俺お前とは戦いたくないんだよ。言うことを聞かせたくば、力で俺に勝つことだな。
ルーク！全てを知ったのに変わらないのだな、お前は。俺は俺だよ。俺たちは四守護者の作った武器だぞ。違うよ。俺たちは人間だ。俺たち四守護者のおかげで生まれてきた。ただそれだけだよ。俺はお前を倒して全く無用になる。全く無用。作られた時お前が俺から奪っていったもの、人としての心を返してもらう。心？心ならルークにだってあるじゃないか。俺は涙を流せない。笑うことすらも。お前が俺の心を持っていったからだ。ルーク、お前の心が俺にはわかるよ。ざれ言を。ルーク、騙されてるんだよ。お前が戦うべきは俺じゃないよ。愛され、ぬくぬくと育ったお前に俺の何がわかる。これからだって愛されて生きていくことはできるよ。ルーク、一緒に行こう。口先だけなら何とでも言える。違う、違うよ。俺たちは最高の武器として、魔王を倒すための最終兵器としてこの世に生を受けたんだ。そんなのはウルラスが決めつけただけだ。お師匠は、緑の守護者はそう言ってない。武器なら武器らしく全てを破壊してやる。このあからずや。アディ、お願い。サイヤ。アディ。あ、アディ、リューク、私が相手だ。今日はこれまでだ。この前の借りをまだ返していないからな。ルーク、アディに伝えておけ。ウルラスの塔で待っている。今度こそ誰の邪魔もなく。バカ、ルークのバカ。夢の中でよくそうやって叱られたな。ルーク、ルーク、行かないで。バニティの言ったことが本当かどうか、俺がこの目で確かめる。ルーク。結構ハイペースで来てるね。そうだな、5日でハイランディアさんまで来たからな。フィルスさん、寄らなくていいんですか？そんな時間的余裕はないだろう。確かに、のハイランディアを越えるともうバルハイト火山は目の前だ。私たちが移動するときはウルラス様の魔法で一瞬だったけど。
さすがは伝説の魔導士。そんな呪文まで使えるのじゃな。こっちも、そんな便利な魔法が使えたらな。ないものねだりをしても仕方ない。地道に歩いていくしかないの。ん？誰か近づいてくる。旅の人？いや、怪我をしているようだ。ひどい怪我。サイヤ、癒しを。うん。シリウス。この制服は知ってるの？城塞都市カーレの下兵の服だ。ここはそうか。俺は逃げて。しっかりして。どうしたの？君たちは緑の守護者タリスゆかりの者です。タリス、伝説の英雄。どうしたの？何があったの？俺たちはウルラス討伐の軍だったんだが、たった一人の戦士に全滅させられた。五千の兵がたった一人の戦士にだぞ。戦士？黒ずくめの少年のような戦士だった。俺は ダメだわ。傷が深すぎて。ルークがやったんだね。操られている。私の時みたいに。行ってみるほかはないじゃろうな。ひでえ。この人たちをたった一人で。ルーク、ひるんでいる暇はないぞ。黒弦はこの太陽が落ちるまでじゃ。みんな、これがきっと最後の戦いになる。だから、一つだけみんなに言っておきたいんだ。聞こう。なんじゃ？ん？何？アディ、アディ。俺、みんなと会えて本当によかった。笑ったり、怒ったり、泣いたり。辛いこともあったけど、楽しい旅だった。いろんな人に会って、いろんなものを見て、いろんなことを聞いて、俺はいっぱいいっぱいいろんなものをみんなにもらった。俺、みんなと出会えたこの旅のこと一生忘れないよ。って言われると照れるね。なのだ、アディ。変なの、改まって。アディ、行こう。みんな、これが最後の戦いだ。アクエリを取り戻すために。仮面野郎に借りを返すために。あの人を救うために。お前たちを守るために。アディと一緒に、一緒に行くのだ。思ったより静かだね。気配がする。来るぞ。油断するな。ラピッドショット。みんな、大丈夫？ふん、雑魚じゃな。甘く見られたものじゃ。
上への階段がある。行こうか。またよ。ライジングソード。ラピッドショット。さすがに手間取ったね。ま、敵の本拠地だしな。結構時間がかかってるの。極限までもうそんなに時間がない。ライジングソード。太陽が沈んじゃうよ。急ごう、アディ。JP、そこをどいて。バニティ、ウルラス様を裏切ったな。違う、あれはウルラス様じゃないよ。敵だと認定、排除する。命令を実行することしかできない人形が。人形。私は有機生命体であり、人形ではない。そういうところが人形だってんだよ。お前たちは通さない。トールさ、お前を倒してな。決めたぜ、仮面野郎。リーアの敵を討たせてもらう。こいつは。もう時間がない。二手に分かれるのじゃ。賛成だ。この場は俺とモーさん、ラビーとシーファで引き受けた。この先にいるのはもうルークとウルラスくらいじゃろう。お前たちが行って何とかしろ。頼むぜ、アディ。行くのだ。大丈夫だ、アディ。わかった、行くよ、サイヤ、バニー。うん、みんな、気をつけて。とはね、厄介だな。泣き言か、ホークアイ。まさか、美人に囲まれて喜んでるところさ。二人とも油断するな、強敵じゃぞ。なのだ。インペイル。ラピッドショット。めいれい。お前は死ぬんだよ。死わからない。死んだか。
最後まで命というのは何か、わからなかったんだな。アディとは違うの。そうだな。生まれはどうあれ、アディは人間だ。アディは人形とは違うのだ。先を急ごう。苦戦しておるかもしれんぞ。ティアさん。ティア、俺たちと戦うの？ルーク様のところには行かせません。ルークは操られてるんだよ。俺たちルークを助けに行くんだ。ルーク様、助ける？そうだよ、俺ルークを助けたいんだ。アディ、ティアさん、ここを通して。ティア、お願い。ダメです、ウルラス様のご命令。ティア、ティアさん。わかりました。ティア、わかってくれたんだね。ありがとう。ティア、どうしたの？ねえ、どうしたの？ティア、私は創造主に逆らうことはできません。命令に逆らった罰は機能停止です。ティア、アディさん。何？ルーク様をお助けください。お願い、お願い。ティア、きっと助けてみせるよ、俺の兄弟よ。ティア、ティアさん。そんな。行こう。アディ。ルーク、俺がわかるんだね。アディ、お前を倒して。ルーク！俺は。ルーク、やめて。もう二人が戦うことなんてないのよ。俺は、アディを、倒す。操られている。ルーク！ルーク、やめようよ！ティアさんも、あなたのこと心配してたのよ。ティア。そうだよ。ティアは、お前のこと頼むって、俺たちに言ったんだ。ルーク！ティア。ティア。不安定になってる。力を。
末淵。イグニア、我に力を。よくぞここまでたどり着いたものだ、ウルラス。我は魔王なり、この世界に破滅をもたらす者。違うよ、あんたはウルラス、お師匠たちの仲間だった人だ。アイシャさんのお姉さんでしょ。我はウルラス様。我に頭が、ダメだ、戦うしかないのか。戦って弱らせることができれば、もしかしたら正気を取り戻すかもしれない。我は行くよ、二人とも。私たちじゃ勝てない。ウルラス様、終わりだ。ゲルザード、大丈夫か。遅れた、すまん。アディ、無事か。応援に来たのだ、みんな。雑魚どもが。ラピッドショット。ラピッドショット。我に力を。ナビルス、ファイナリーラッシュ。シルバリレオ、我に力を。
ピッドショット。バニティか。私は一体正気に戻った。これは私は。お前たち逃げろ。え、封印が解ける。アクエリが悲鳴を上げている。くっ、太陽が沈む。私たち間に合わなかったの。早くこの場を離れるのだ。塔が崩れる。ラビー捕まれ。